はい、本当です。僕たちは愛媛県の松山市から神奈川県の横浜市に活動拠点を移す予定です。まあそうですね、いつ頃から行くかっていうのはまだ決まってないんですけど、8月ですね。はい、8月に、はい、行きます。決まってました。いえ、そういうわけではないんですよ。まあ横浜でシェアハウス僕らするんですけど、そのシェアハウスするメンバーは僕、兄貴、達彦、高大の4人なんですけど、まあこれまで通り6人で変わらず活動をやっていこうと思ってますね。大学やばいな。あ、ちょっと待って、やばい。いやいや、そんなことはないです。むしろ最終的には僕たちは愛媛をレペゼンしていったり、愛媛で活動していきたいと思っているので、その修行期間として横浜でしっかり自分たちのやりたいことをやったり、まあいろんなことをして自分たちのレベルを上げてまた戻ってきます。まあそうですね、それもまあ確かに一つの理由としてはあるんですけども、やっぱりこのずっと僕たちがお世話になってきたこの家、ずっと頑張ってきたこの家で応援してくださっているリスナーさんと、もう愛媛最後ね、最後なんで、そういう思い出を絶対にここで忘れられない思い出をみんな作っていけたらなって思って、ここでやることに。じゃあ、はい、いえ、関東と関西の麻雀のルールは全くもって別物なので、僕はこの愛媛の麻雀のルールを、お、濃く仕上がったんだ。愛媛で麻雀打ちたい。あー、それそれね、それそらさぶったー、ちょっとこれ、はい、ということでね、はい、見ていただいた通りなんですけどもね、突然すげえ発表で皆さんちょっとわけわかんないかもしれないと思うんですけども、これマジなんですよ。全部真実です。はい、最近ちょっと忙しかったのもね、忙しいなって言ってたのも本当に忙しくて、ブラックがブラックをさらに増す感じになってますね。そうだね。でもやっとちょっといろんな書類やら何やらが落ち着いてきたので、手続きがちょっと動画にしようかなと思って結論ね、言いたいことは今回やる7月28日のライブ兼オフ会ですね、あれがもう愛媛ガチ最後、最初で最後のライブになっちゃうよっていうことですよね。当面は最後のライブになるんで、来てねって、そんぐらいちょっと気合い入れてね、やるんで、ぜひ来てくださいっていうね。そうですね。ということで、8月から横浜に拠点を移すテラパンをね、これからもどうか皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、テラさんまさでした。せーの。